めちゃくちゃ元気です。マジで美味しい。すごいです。そうか。もう三平ちゃんが重たくなってるのかな。150もうそうね。55。はい。8月で1年かな。まだだから。ま、もうちょい。4たす9ヶ月か。あ、じゃあ噛みつかれてるのか別に針立ててないよ、そんなに。だって、その噛みつかれた瞬間バッて立てる。立てますよね。うん、じゃあその瞬間、痛いの気もするんだけど。強くはギャーって言ってるけど、卵はひたすら耐えてました。そう。1g をふやかして、4から6。1g がふやけると4から6g になる。はい、そういうことです。あとかなり水分多いですね、これね。そうです。うん、いいですよ、それも食べてもらった方が。で、グラムが4から5。4から5。はい。そんなところかな。はい、この子は変わらず。で、ごめんなさい、うんちが3から5です。うん、10個。3から5。元気は100、毎日走ってます。すごいな、全然違うね。全然違う、本当に賑やか、彼がいると。なるほど。よく慣れたよね、あの子反対に。永田さんパワーかな、うん、はい、じゃあいいですか。ちょっとスタートしたいと思います。はい、何が要因、うん、そうそう、強いし、うん、つけました、つけました。あ、つけたよね、全然つけたもんね。健康に関半数でつけてます。はい、で、5人くらいから、はい、つけました。はい、5月の20はい、じゃあ、とんぺちゃんはまあ1ヶ月後でね、はい、で、ゆうさんと、たまこちゃんは、そうか、たまこちゃん、たまこちゃんでも6月で、来月3歳、3歳、まだ3歳だよね。進行してないです。私はじゃあ少しで聞いてるのかな。うん、そんな感じは。はい、じゃあまあ飲ませながらね、観察していってくださいね。